テングということで、はい、テングですけども、レッツゴーピカチュウやっていきたいと思います。はい、前回ね、無事にね、こちらの赤地区ジムの、ジムリーダー倒したんで、先にね、進もうと思ったんですけど、もうちょっとね、赤地区、探検しようかなって思います。はい、じゃあ行きましょう。で、どこ行こうかなって思うんですけど、とりあえずさ、なんか民家で一軒、ここだ、ここ。ここね、気になるんですけど、これ、なんだろうな。なんかね、中にね、おっちゃんがいてね、ハヒホ、ヘイヒャ、ホヘホ、ハフヒ、ヒヒホ、ハフヒ、フヒ、ハフヒ。もう全然わかんないのよ。このおっちゃん。もう全然わかんないの。多分これ、まあ、入れ歯を探せって多分ことなんですけど、入れ歯がわかんないってことなんですよね。どこにあんのか。で、昔だったらサファリゾーンの中にあるんだけど、まあ見ての通りサファリゾーンこんなですから。もう公園ですから。で、ゴーパークにはないと思うんで、まあどこかわからないんですよね。はい。で、まあ行ってないとこって言ったら、どこだろうな。昔そういえばさ、こっちにさ、海岸、ああ海岸あるじゃん、ほら。てか今までむしろ俺行ってなかったんかい、ずっと。ゴーパークには珍しいポケモンいっぱいいて、聞いてきたのに、アプリとか連動とかよくわかんなくて、怖くなって逃げてきちまったな。いやー。どっかに儲け話、転がってないかしらねー。ねえわ。コツーンと硬い感触？え？お宝かも？お宝来た？もしかして。金ピカよー、すごいお宝、見つけちゃった。いれば来たねー。入れ歯？いくら金でもいらないな。入れ歯くれんの？やったぜ。押し付けられた。来たねー。やだわー。そいつをやるぜ。俺たち忙しいんだ。で、洗いたいし、さっさとずらかるわよ。あ、手ね。うん。手っていう、何かと思ったわ。いや、入れ歯いらねえよ。汚ねえんだよ、マジで、お前。てか、行ってなかったな、海岸の方。はい、入れ歯あげるよ、じゃあ。はい。入れ歯ね。え？いや、洗った、お前。いや、すんなりジャリジャリだよ、ほら。すんまへん、ほんま助かったわ。誰に何言うても、全然通じへんし。恥ずかしゅうて、事務所も顔出せへんかったんや。そや、ジョーちゃん、俺にこれやるわ。あ？サファリセットって、お前、服かよ。なんで服かよ、お前。あ？秘術？押し出し？秘術覚えよるんか？は？どっちでもええわ、こっち来てみ。え？なんでもう一個出したの？右上の使えばいいじゃないの。冷蔵庫みたいな、これ。あの、岩。ねえ。もう、どうせ押すだけ、すごい。まあ、要するに怪力だよな、これ、要するに。うん。まあ、俗に言う怪力ですよ、これは。すげえな、ピカチュウガチムチじゃねえか、このピカチュウ。これじゃあやってみる？いくよ？どんな感じ？お！わー、すげえ、ディグダいるんですけど、あんなーってなんだよ、金の玉くれんのかよ。何それ。じゃあこいつの何、ペットなの？トモロー！もうわっかわかんねえ。あんなトモローってなんで歌か。え？洋楽、なんか洋楽というかさ、うん、あんなトモローってもうわけがわかんねえよ。さあ、どこ行こうか。わからんな。ラプラス、欲しいな。くれよ。あ、なに？あ？このラプラス、年寄りだけど、綺麗だろ？昔は一緒に波に乗って、どこまでも旅したものさ。はーん。すーい。あんまり泳げないんだ。うわぁ、かわいそうというか、かわいそうってないな。その、かわいそうって言い方おかしいな。まあ、歳だもんな。うん。でも、わかんないね。ポケモンって歳感じないんだね。え？おぉ？マジかよ。すげぇな。え、全部もうこれ埋まったくね？多分これ。え？これさ、待って。泳げるんだったらさ、グレン島の方行こうかな。だってシオンタウンはもう行ったわけだから、グレン島の方行って、まあ、グレンタウンに、まあ、グレンタウンのジムはちょっときついだろうけど、あれだよな、グレンの方行ってちょっと、まあ、町先行けばさ、ね、楽じゃん。あとあと、空飛べるしさ。よーし、じゃあグレン島の方行こうぜ。よっしゃ。いいね。ほら、見てこの素晴らしいフォルム。これもね、堪能しつつ、水走りがどんな感じか気になるしね。よし、なんだこれ、アイテムだ。
何でも直し、いいね、何でも直し。よし、水ポケモンもね気になるからね。ってことはまあこれ、いやあえて今回伏田伏を使おうかな。多分水系がメインだと思うんで、ちょっと水のね、俺は泳いでみたい。はい。よし、多分まあさっきの感じからやっぱりサーフィンじゃねえか。これどっちかって言ったらこれ主人公も頑張ってねえか。これ主人公も頑張ってるよな。ピカチュウだけじゃないよな、頑張ってんの。で水のポケモン、お、え、コイキングだ。コイキングが何？水面を跳ねている。すげえ。これ捕まえないとな。小さいし。こんなコイキングなのに捕まえづらいんだ。めんどくせえ。どこまで行くんだお前は。当たんねえじゃねえかお前。ちょっと待ってくれ。厄介だなこれ。オッケー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 。いいね。あー出ちゃうの。マジかよ。こんな人手間。41レベル。もうやべえ。レベルやべえ。人手間。あ、でも、あれだよな。ギャラドス捕まえたいな。捕まえようかな、ギャラドス。どうしよう。悪くないよね。ピチョットさ、捨ててさ、ギャラドスもありだよね。そうするとさ、あれだよね。どうしようかな。ちょっとその個体のやっぱ強さ見たいもんな。出てくるんだな。初ゲットか、これで。ほら、いいね。強さとか見たいけどね。まあまあ、後でいいや。うん。魚ポケモンなんだ、こいつ。何気に。すげえ。あ！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 え？人手マンだ。あ、歩いてる人手マンが。え？うわ、毒クラゲも出てきた。マジか。人手マン出てきたぞ。へやっ！来たー！人手マンじゃないか。俺たちのマイエンジェル、これ、人手マンだろ、捕まえるなら、やっぱり。入れたっ、ちょ、待ってな。ちょ、待って待って待って、ちょ、待てや。プレミアボールしかねえんかよ、お前。ズリの実、ズリの実。ちょっと待って、買わないとな、ちゃんとな。人手マンだわ、やった。よっしゃ、水の石もあるしな。このままちょっと使っていこうぜ、人手マン。まあ、個体が弱いと残念なんだけどな、そこだよな。人手マン捕まえないと、これ。ついに来たよ、俺たちのマイエンジェル。やべえ。感動しかねえわ、これ。ちょ、捕まって、まずは。まずは捕まって、おとなしく。よし、捕まったね。人手マン来たー。やったー。強いかな。問題は強さだよね。弱。経験値、美味しくね。何それ。やったぜ。イエーイ。やりー。ついでに毒クラゲも捕まえようかな。そしたら、はい。まあ、目のクラゲも欲しいけどな。よーし。いいねー。捕まんねえのかよ。うん。毒クラゲに何分時間かけてんだよ、マジで。逃げたし、おい、逃げたし、最悪かよ。まあ、いいわ。人手マン捕まえられたから、また出てきたんだけど、まあいいわ、別に。人手マン捕まえられたからな、今回はいいとしましょう。ん？待て待て。目のクラゲいるぞ。こっちにしようか。よし、いや、今度やりたいな、人手マンの色厳選。うん、8時間やった男だからできますよ。待て待て、その動きやめろってマジで。その動きやめろってお前それ本当に。ダメだってそういうの。よいしょ。いや、これは捕まったでしょさすがに。うん、捕まったでしょこれは。あれあれ、何これ、もうやだ。よいしょ、これは捕まったでしょ、いくらなんでも。早いよ出てくんの。てか、モンボってダメだな。モンボ使う方がいいな、やっぱりこのゲーム。モンボ縛りなんてやるもんじゃねえわ。逃げられたし、もうダメだこれ。ひどいな。もう行きます。はい、さよなら。戦いたいね、でもね、やっぱりね。戦おうか。あれ？ちょっと待って、お姉さん、ちょっとお姉さん。ねえ、お姉さん、ちょっと、私の顔見て。そんなに私の顔、気持ち悪い？よし。これなんかコイキングっぽくね？シャワーズ、マジか。そういえばシャワーズとかさ、ブースターってさ、ポケゴーから送れるじゃん。でさ、ポケゴーから送って捕まえればさ、EV さ、進化せなくてもいいんだよね。それやろうかな、今度。何？電光石火。行って。でもそんな効かないし、多分ワンパンでしょ、これは。あれ？耐えた！マジか。強い。シャワーズ強いんだな、地味に。あー、でも、そっか。はい、終わりー。まあ、一体だったらね、混乱してもね、関係ないからね。おー、この鳴き声懐かしいなー。初代思い出す。あー、出た、ツイッターのアイコン。ツイッターのアイコン出ちゃったよ、これ。よし。疲れた。どんまい。モンボも、モンボとかお金も欲しいから、うん。ちょっと、
あれですね。なんかあのとこからこっち来る気がするんだけどね。ねえ、気のせい。なんかこっち来る気がするんだけど、やめていただきたいんだけど。それはやめていただきたいな、正直。怖いわ。パウアウね。おー、かわいい。まあ、アザラシだもんね。アシカだっけ？あれ、どっちだっけ？まあ、どっちでもいいか。似たようなもんでしょ。ねえ。ジュゴンはジュゴンなんだよね。そのまんま。当たり前だけど。で、まあ、パウアウは、なんだろうね。うん。アシカかな？アザラシかな？まあ、アザラシだろうな、きっと。うん。え、ジュゴン出してきたりしない？もしかして。アズマ王か？なんだ、金魚か？あ、待って、でも金魚強えんだよな、確か。でっけえ金魚強えんだよな、地味に。勝てるかな？余裕！なんだ、余裕かい。でっかい金魚もこんなものか。よし、所詮は金魚。カエルの前では無力よ。うん。レベル上がるんじゃない？これ。レベル上がるね。いいね。よしよし。44レベル。お、いいね、強い。なに？成長か。成長か。でももう技結構埋まってんだよな、正直。いらねえだろう。欲しいけどな、本当はな。いらねえわ。ちょっと申し訳ないが。いやいや、これは申し訳ないが、いらないわ。お、金蛇はレベル47。いいね。よし。で、次って、まあ、グレンジマ行かないけど、一応順番通り行こうかなって思ってるけど、グレンジマって多分レベル50以上必要だと思うんだよね。55とか。ちょっと厳しそうだよな、正直。どここれ。こっちか。え、どう行くのこれ。20番水道来たよ。え？ 20 番水道来たけど、あ、なにこっち、合ってるこっちで。あ、なにあ、びっくりした。目のクラゲか。あ、着いたこれもしかして。着いた？え、これ？あ、びっくりした。こいつ見るか。これ？これそうなの？ん？なんだこれ？え、なにこれ？双子島かーい！双子じ、なんだあれ、あんた。あー、なるほど。優しいな。お題はいらねえの？マジかよ。大丈夫か？潰れないか？双子島の方来たか？双子島って確か、あれだよな。フリーザーだよな。フリーザーもうちょっと待ってよ。ちょっと準備足りてないよ、フリーザーなんて。ねえ、もうちょっと待ちましょう、皆さん。やっぱ最後の最後に行きたいんでね。ってことはどこ？こっち？こう戦ったもんね。戦ったもんね。こっちでも行け、あ、行けそうだね、これ。あ、行けないよね、やっぱり。え？あれ？どう行くの、これ。双子島越えなきゃダメなのか。双子島の向こう側か。わかりました。双子島の向こう側ですね。行ってきます。はい、双子島来ましたよ。ここの先、ここでしょ、多分。多分この先行けねえじゃねえか、おい。どういうことやね。じゃあ双子島行ってみる？行っちゃうよ？行っちゃう、いい？行ってみるよ、じゃあ。別にいいか、行っても。うえぇ、ほら、凍ってんだよな。これ氷が多いのか、トレーナーも。ちょっと待ってくれ。あ、パウアウだ、パウアウだ。氷直し。捕まえるか、じゃあ。待て、ボールナイトでも。いや、行ける。大丈夫だ。いけるぞ。今回捕まえようぜ。よーし。これはまあ捕まえられるだろう。オッケー。あー、ちょ、オッケーじゃねえ。全然オッケーじゃねえよ、お前。よいしょ。あー、オッケー。いやー、でもフリーザーって捕まえられんのか、モンスターボールで。でもさ、初代とかでやったよね。でもあの時はさ、HP さ、あれだし、減らしたし、あとなんかその状態異常もあったから捕まってたけど、今回ないからな、そういうものが一切。果たして、捕まえられるのかっていう、そういう心配ありますよね。いや、皆さんもあると思うんですけど、私はもっとありますよ。さあ、まあこれ初ゲットなんでいいですね。よーし。他にもじゃあルージュラとか出てくんのかな。ジュラジュラって言ってくんのかな。重くね、82キロって重、めっちゃ重。あ、これコーチトレーナーか。ちょっと、あ、ゴルバットかい。なんだよ、期待させんだよマジで。あ、これあれじゃん、ほら、冷蔵庫みたいな岩。ね、さっきの押し出しだっけ？あんた誰？あ、モンボくれるおじさんか。あんまいらねえな、モンボは、正直。ハイパーボールなら欲しいけどな。ゴルバットだけ？あ、ヤドンだ！ヤドンじゃないか。これも捕まえないと。へぇー、いいね。かわいい。かわいい。うん。あ、やめてそれね。それやめて、ほんとに。ダメだって、それやっちゃ。よし。これ捕まるでしょ。ヤドンの色違いって何色だっけな。ヤドランはね、なんかね、気持ち悪いね。なんかね、紫のね、紫色。ゾンビみたいな色してんだよね。よいしょ。あ、ちょ、失敗したわ。まっすぐ飛んだからいいけど。うん。
さーて、どう？なんでだよ。これは捕まったでしょ。これは捕まんないとね。捕まんないと、捕まよし、来たー。オッケー。いや、これダメだ。モンスターボールダメだ。うん、無理だ。ちょっと捕まえるのは、やっぱり、スーパー以降だな、これ。きっついわ。正直きっついわ、これ。うん、買ってくるわ。ね。まあ、効率よくやるには、やっぱり、ボールを変えることが一番だと思いますね。買ってきます。あんま強くねえな、やっぱり。まあいいでしょう。こいつ入れましょう、パーティーにね。うん。手持ちに入れて、今回はまあそうだな、やっぱチャラ男ですね。うん。チャラ男くんがね、空を飛ぶが必要ないんでね、もう、飛行タイプ入れる理由がないんでね。はい、今回は首ですね。さあ、双子島、来ましたね。はい。行きましょう。で、いっぱい買ってきましたんで、ね、これで捕まえ放題ですね。うひひひひ、うひょ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 って感じですね。さあ、行きましょう。こっちは何？あ、これは絶対使うでしょ。はい、押し出し。行きましょう。これさ、一回やったらさ、もうどこでもずっとさ、こう、継続したままなんないかな。あ、そういう感じなんだ。いち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 押さなきゃダメなんだ。それはちょっと不便だな。まあ、いいか、行くぜ。その前にコーチトレーナー行こうぜ。お前の強さ見せてみろよ。はい、行きましょう。本当だよ、寒くねえの？うん。勝負する以外何もすることない場所だけど。どうしよっか。勝負するだろ、当たり前だろうが、お前。さて、コーチトレーナー、何を使ってくるか。氷系使ってきそうな気もするけどな。使ってこないかな。サンダース、全然関係ねえじゃないか。マジか。地震とか持ってるし、これは岩開くのがいいんじゃないか。まあ、電気も効かないしな。そう考えたらちょっと、あれだな、イワークに変えようか。イワーク。間違っても人手間にはダメですよ、しちゃ。行きましょう。さあ。イワーク。オッケー。効かないぜ、ベイビー。そんなもん効かねえんだよ、俺には。関係ねえ。二度蹴りは効くんだよ、バカ野郎、お前。でも防御高えからな、問題ねえんだよ。よし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 。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。おら、自信。どうよ。おい、ワンパン気持ちいい。ワンパンは気持ちいい。いいね。さあ、そして、経験値も美味しくいただきましょう。シャワーズ。なるほどね。シャワーズは、変えた方がいいですね。うん。いや、待てよ、待てよ。いや、シリハートの方がいいかもしれんぞ。火力は、うん、シリハートの方が強えもんな。行ってみよう。よし。まあ、コーチトレーナークレイには負けねえぞ。うん。オッケー。さあ、来いや。来いや、俺。シャンプーハットつけやがって、お前。可愛いんだよ。でもな。あれ、10万ボルトとどっちがいいんだ、これ。バチバチと10万ってさ、ちょっと見た方がいいよね。その特効か、特殊、あ、特効か物理か。ハイドロポンプ、あー、噴射されまーす。顔面にどんだけ押し出すんだ、お前。どんだけ押し出すんだ、俺を。ちょっと待って、ちゃんと見た方がいいな、これ。どっちだ、これ。あー、おー、見てなかったわ。見れなかったわ。そっか、出ないのか、確認画面。あ、これバチバチだな、やっぱり。物理だもんな、多分これ。物理の方が確か上だもんな、こいつ。そっか、バチバチか、これな。大事なバチバチだな、これ。さあ、そしてブースター。まあ、そうだろうな。ブースターも炎効くんで、これはユアークですかね。うん。よし。炎じゃない、ブースターも地面効くんでね。うん。言い間違いですね、これはね。うん。さあ。いいですね。でかい、でかいよ。お前、でかいよ。よし。いや、もうすごい尻尾がもうほら、興奮状態ですよ、あれは。あれは興奮ですね。完全にこの尻尾の立ち具合は。でも、そんな興奮状態でも倒しちゃう。よし。まあ弱かったね。所詮は石を使って進化させたポケモンたちだからな。愛情もクソもないだろ。レベル5とかでもできんだから。知らねえけど。何？不思議な飴かよ、なんだよ、おい。不思議な飴？あ、そう。技マシンではないのか。残念だな。がっかりだよ。さてと。どこですか？何？あ、ヤドンか。これ、双子島って本当にいるんだよね。フリーザー。いるはずだよね、確かね。いなかったっけ？いや、いるはずだよね。あ、ルージュラ、ルージュラ、ルージュラいる。待て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 。ちょっと待て。お前じゃねえ、お前じゃねえ。お前はいらねえんだって。ちょっと待て待て待て。待て待て。危ない。ルージュラ捕まえたいんだよ、俺は。
うえー、ルージュラちゃん、どこっつか、そっちね、向かっていくから今。いたー、ほら、ルージュラ、見て。ほら。ルージュラ、まあ、ハイパーボール40個買ってきましたから。で、行きましょうか。ほい。あ、嘘。お前、今のは予測できないから、誰も予測できないから、今のは。無理だから。ひどいよ、今のは。さあ、捕まれ。なんでだよ、もう、ハイパーボールもさ、いっぱいあるとはいえさ、ただではないんだから、やめてくださいね、ほんとに。くそ。お前、男なのか女なのかわかんねえんだよ、そもそもお前。おっぱいあるけど。性別見ようか、ちゃんと。よっしゃー、オッケー。ちょっと待って、捕まえたら性別見ようぜ、ちゃんと。うん。お、経験値は、まあまあだな。お、巻き場王、レベル42。いいね。技でも弱いんだよな、巻き場王な。さあ、いいね。あ、メスだった。よかった。あれ、メス以外いないとかないよな。ムチュールが生まれるんだから、あ、でもムチュールってメタモンで生まれるのかな。いたっけか、わかんねえや。さあ、行こう。うわ、すげえ、輝くヤドン、今。で、ここの岩をどかしたい。これって、あ、継続してるね、ちゃんと。すげえ。そりゃ便利だね。じゃあいいや、行こう。まあ、そうだよね。111溶けたらめんどくさいもんな。で、ここも、落とせばいいのか。これ落とし続けたらなんか意味あんのかな。で、もう一個落とすとかあるけどね。ん？あれなんだ？あれジュゴンじゃねえ？もしかして。あれ多分ジュゴンだろ。ほら。絶対そうだろ、これ。イエーイ。ジュゴンだわ。ほら。ジュゴンだよね、これ。横移動が激しすぎるだろ、それ。待て。ちょっと、落ち着け、お前。お前、それは難易度高いぞ、マジで。あ、止まった。ちょっと斜めなのがムカつくなぁ。まっすぐ立ってくれよ。頼むから。やりづらいんだって、マジで。あ、一発で捕まったかいいけど。いいけどね、ちょっと今のはやりづらすぎるぞ、マジで。やったぜ。レベルアップした。いや、あれはちょっときつかったわ。マジで。よし。いいね。オッケー。で、これって何、何これって波乗りとかで、ここ行かなきゃダメってこと？は？違うよね。おっと、危ない。危ないよ、それ。ダメだよ。これで、どうやってやるんだ？水抜くのかな、これ。水多分抜く。あららららら、なーにそれ、なーにそれ。危ない。なにこれ、なにこれ。どこに向かった、今。どここれ。あれ、まさかこの先なんかいそうじゃねこれ。違うか。そういうわけじゃないのか。大きな真珠。ありがとうございますやで。ちょっと待て。この先なんかいそうな、なにこれ。流れが早い。そうですか。これもダメだよね。そうすると、ここは、でもなんかこの先いなかったっけ？流れの先いなかったっけ？そんな気がするぞ。でもね、確か記憶だとね、あれなんだよ。水の先にいるんだよ、確か。だからあの流れとかの先にいたりするかもしんないし、ちょっと行ってみるか、流れの先に。絶対、なんかありそうだもんな。この先怪しくね？こっからちょうど行けるし、多分流れていけると思うんで、行ってみようか。で、そう行くのかい。流れ的にそう行くの？なるほど。つまり、今ちょっと見えたけど、ピカチュウがほら、今尻尾振ってるでしょ？スティック持って。あのあたりから流れてくれば、こう、まっすぐ流れてくると思うんだよ。つまり、そこに行くにはどうするのか。よくわかりませんね。難しいですね、今回ね。ちょっとね。あ、まさかこれ。お、そういう風になるの？なるほど。よくわかんないけど、なんでそういう風になる？ならねえだろ、普通に。流れは一直線なんだけどな。まあいいか。で、わかったのは、ここに、ほら、あるんですよ、押すポイントが。で、これ多分使って流れを変えるんだよ、きっと。ってことを考えたら、まず1個目は、普通に、危ない。押すじゃん、ここで。ほい。押して、押すよ。押して。ドーンって押すじゃん。で、これだよね。これを、どうするのかって言ったら、これ多分ダミーなんだよ、きっと。ってことを考えたら、これをまず押して、あ、ダメだ。あ、いけるか。で、こう戻して、今度。こう戻して、
で、今度左に押したらダメだ、これ。間違えた。え、そうすると難しくね、これ。待って、むずいぞ、これ。あ、いや、いけるいける。左に、これもやって、で、ここに置けばいいんだもんね。だから、こうやって、で、もう一回やって、そして、ここ、おーい!おーい!おー、ほら、やっぱそういうことだ。わかったのに。くっそ、何しとんねん、俺、ほんまに。ヤドラーン!ちょっと待って、ヤドラン出てきたんですけど、もう、今、忙しいのにヤドラン出てきたんですけど、しょうがねえな。これを、いつちょっとここに置いてから捕まえよう。これ捕まえないとな。ヤドン、ヤドランにしたいし。よーし。おー。お前結構ジャンプ力あるんだな、今。すげえ飛んだぞ。さあ、行こうか。来いよ。よいしょ!オッケー!さあ、行くぞ。あららら、全然ダメだね、これね。きついか?ちょっと待て。本当にハイパーボールもな、安くはなったとはいえな、消費がしたくないんだよ、あんまり。よっしゃ!オッケー。消費あんましたくないんだよ。消費がっていうか。たまに日本語おかしいな、俺。いいね、いいね、いいね、いいね。57レベル、強っ。さあ、これでヤドランがね、埋まりましたね。いいね、いいね。よし。で、そこを押そうか。これ怖えな、押すま、なんでだよ、お前。連鎖しろってことかよ。いいんだよ、連鎖は、とりあえず今は。これ押すぞ。で、多分これで、2箇所がこう、せき止められて水がね。で、おそらくあれだな。ほら、やっぱ流れなくなってるもんね。で、水もなくなってんじゃないか、この先の、ところ。あ、なんかいる。なんだこれ。これなんだ、今の。あ、これ、あれじゃね?なんだっけな。シェルダー、シェルダー、ほら。これ、シェルダーあれなんだってね。足なんだってね、このベロみたいなやつ。いや、びっくりした、それを聞いて。えぇ?ってなったもんね。まあ、あららららら。かわいいなぁ。シェルダーは確か水の石で進化だっけか。そうだよな。だからまあ、それは別に育てなくてもいいわけだ。つまり、水の石はまあ、変えるからな、好きなだけ。お前、捕まれてたから。よっ。よっしょ、あ、うっそ!ちょっとジャンプしたせいで今、ちょっと高くなっちゃったじゃん。捕まるやろ、さすがに。捕まんねえのかよ、お前。しっかりしろよ。待て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 。よっ。オッケー、これは捕まったでしょ。これは捕まんないとね、クレームですよ、こんなの。捕まんなかったら。よっしゃ、捕まったぜ。さすがにね。さすがに捕まんないとね。よし。初ゲットポケモンは捕まえたいよな。どん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 。いいね、いいね。よーし、よし、よし、よし。さすが。オッケー。で、もういいかな?そしたら、水の中、おーい、いた!いたー!やっぱりいたわー。はっ飛んでるわー。やべー、飛んでるわー。どうしよう、これ。行くか。今行くしかないのか。いや!俺は行かない!次回に回したいと思います。はい、次回、フリーザーとご対面したいと思います。よかったら次回もご覧ください。お疲れ様でした。さよなら!